死ぬんかなと思いましたね。ついていけるわけねえだろと。プロ野球実は2日で逃げたの僕だけでしょうね。皆さんこんにちは。こんにちは。プロ野球 OB クラブ公式 YouTube チャンネルです。今回もご視聴いただきありがとうございます。引き続き新興園寺にありますセノンスポーツゼロよりお届けをいたします。80年のドラフト2位、はい、巨人。嬉しかったですね。うん、と、はい。うん。何、先に聞きますよ。ごめんなさい、ごめんなさい。失礼します。投手でドラフトがかかった。はい。ね、まあ、担当のスカウト、伊藤菊夫さんっていうね、はい、関西地区の、巨人の担当のスカウトの方は、ほぼ野手で取ったっていう気持ちだったんですけども、当時の監督の藤田さんが、はい、まあ、その前に監督入れ替わったっていう時期だったんですね。あの10月の終わり頃に長嶋監督が辞任されまして、1回目のね。で11月の、連休明けぐらいに王選手が、現役を引退されたのを、両方僕は、高校卒業したら、東京で野球やりたい。東京の大学に行きたいとか、そういう気持ちだったんですね。だから、そのためには、自動車の教習所に行ってこなきゃいけない。そこですか。はい。はい。だって野球ばっかりしてたら自動車の教習所、自動車免許を取る機会がなくしてしまうじゃん。で、誕生日が9月だったもんですから、はいはい、もう時間がないわけですよ。ね。で、その長嶋監督の辞任の記者会見、の夕方のニュースも、王監督の、その、現役引退の夕方のニュースも、記者会見の模様も、僕は自動車の教習所の、ロビーで見てました。で、それは11月の頭でしょ、王監督。まさかそれが11月の終わりの、当時11月の終わり頃ですよね。ファン感謝デーとか終わった頃、後かな、でしょ。2、3週間後に、巨人に指名されるとは。そしてまして、投手で指名されるとは。誰が思うもんですか。誰が思うものですかな感じだったんですか。はい。あ、カズトさん、南海のカズトさんの同級生って監督がおっしゃ、監督、はい、同級生で言っても言いましたよね。はい、で、そういうつながりもあって、南海の担当のスカウトはエースだった方なんですよ。はい、その天理高校の、うちの監督の、はい。で、その方がスカウトだったんで、3位ぐらいでは南海が指名してくれると。いう、その、横のつながりの、同級生つながりの情報を、独自にうちの監督が入れてきたんですよ。もし、もしや、その前に、あ、かわしいな、俺たち二人、監督すいません。もしそれより前に指名をしてしまうような、駒田を間違ってでも指名してしまうようなチームがあったならば、その時考えようっていう話をしてたら、巨人が指名してくれたんですよ、今まで。南海のサインか大学に行くかっていう、当時はその、プロなんとかっていうのは、なんか戦略、なんかそれなかったですから、どうするかっていう気持ちだったんですけどね。結局、巨人が指名してしまったっていうか、していただいたがためにですね。はい。大学行って野球するんだって僕、いつも言ってたんですよ。監督にも。はい。ね。監督と、監督が多少声かけてくれた。ちょっと話も出ますけど、監督が中3の時、多少声かけてくださったんですけども、その時に、桜井将棋に行きませんって言ったんですよ。なんで、はい、なんでだ、いけないです。なんでだって、僕、高校卒業したら、東京の大学で野球やりたいんです。それも、東京の6つの大学で野球やりたいんですって言ったんですよ。中3。ね。中3で、はい。天理高校も落ちてる。ね。で、僕の偏差値、ね。だいたい分かってる。その監督は、君が勉強して、どこの大学に行けるんだいっていう話。でも、しっかり君が3年間野球をやってたら、東京の大学に絶対入れてやる。って言ってくださったんで、よろしくお願いします。って言って、桜井商業に行って、3年終わったら、大学の話が、で、巨人が指名したら、大学の話がいつの間にか吹っ飛んでもって、吹っ飛んでしまって、で、まあ、巨人行きましょうよって話になっちゃって、入っちゃった。どうだったんですか、
ドラフトの当日は、うん、だって当時は昼間でしょ今みたいな、うん、あれじゃ昼間、うん、で5時間目が始まる前に監督が僕のところに来て、1巡目で巨人が原を指名できたっていう、うん、あそうですか、うん、目玉ですかね、うん、石毛さんとかね、うん、目玉ですから指名できた、うん、はい、うん、何回サインかなって、うん、そこまで行くのかなって思って5時間目が始まってちょっとしたらちょっと来いっていう監督がまた巨人に向かってで2巡目で巨人が指名したからってどう反応したんですか。いやどうしようと思いましたね、これはすごいぞと思って、でもうその時点で大学の話ってなかったことにしてくれって、うん、俺の中3のとこから行ったことは全部なかったことにしてくれませんかってちょっと思ってましたね、腹の中で。もうこれは行くしかないだろうっていうふうに思いましたね、うん、で夕方 あの記者会見みたいなのあるじゃないですか、はいはい、ね、だからそれもたくさんのマスコミの方が大阪、まあ、大体奈良ですか、大阪からいらっしゃいましたね、来ていただいたりしてたんでびっくりしましたね、あの数にね。僕は、はい、大阪、助監督の下で野球やれるなんて幸せだと思いますと、そんな感じの、ね、大変な、はい、会見になってました。はい。そんなこう、何か準備しておくという感じでもなかったということですよね。はい、そう、そこまでの選手だと自分で思ってても、まさかそこまで、自分では思ってても、誰も認めてくれてるとは思ってないじゃないですか。まさかですよね。すごいですね。それもピッチャーとして。そうですね。投手。パンチョさんが、投手ください。言ってもらいました。ね、そして、はい、晴れて。入りました。もう、はい。見たんですが、その当時の監督、はい、藤田監督に、うんうん、投手をやりたくないと、うん、おっしゃいましたか。自分では言ってないんで、自分では言ってる。藤田監督になんか言えないじゃないですか、日本の選手ですから。で、1月の、1981年の1月の13日から合同自主トレという名の、はいはい、当時キャンプが始まるんですよね。うん。自主トレじゃないですね。みんなでもう、思いっきりキャンプ初日ですよ。死ぬんかなと思いましたよ、もう。こんな練習、ついていけるわけねえだろうと。一日終わったら筋肉痛、膝は痛いわ、あちこち痛いわ、ついていけない。どうすんだよって思って。で、練習の内容見てたら、バッティングさせてくれるんですよ。でもノックとかないんですよ。ノックとかの時間帯は、全部、ランニングなんですよ。知るんですね。俺はもしかしたらこれはピッチャーに編入されてるんじゃないかなと思ったんですよ。ピッチャーじゃなくで、ここはブルペン行くぞーって言って、はい、ね、うん、初日、ブルペンに行ったら、その、上田武史さんっていうね、はい、コーチが、二軍のコーチが、こら、ピッチングやるぞーって言って、なんでピッチングなんだよって、ピッチングなって、おい、よしよしよーって言って、二日目、ね、またランニングし、なんで俺バッティングやランニングなんだよと、今思えばね、バッティングやって、ランニングやってピッチングですよ。大谷の二刀流の走りじゃないですか、完全に僕。本当だ。ね、はい、でもそんなやりたくないじゃないですか。たまにね。ね、ある大学のセレクション行った時に、初球まっすぐバーンと掘ったら118キロだったんですよ。だよな、あんなのよって、二球もうちょっと力入れなきゃと思って122キロだったんですよ。バーンってね。だ、俺にピッチングなんかさせやがってみんな、と思いながらね。それで僕は行って入ってるんですよ。二日目。二、はいはい、日目、行ったら、あ、ごめんなさい、ピッチングやるぞって言ったら、はいって言って、まあ、最初誰かわかんないじゃないですか。コーチだって、浦川さんだって誰もわかんないじゃないですか。二日目ですから。二、はい、日目は、副寮長が受けてくださって。うんうん、で、副寮長は自衛隊上がりで、野球やったことないんです。で、おまけに左利きなんです。ね。で、左利きだからキャッチャーミットないんです。ファーストミットです。はい、で、ファーストミットで、その副寮長は、で、副寮長大変申し訳ございません。身長が160センチぐらいの方なんですよ。はい、その方が、ほら、ピッチングやるぞって言ったら、完全に草野球に見えません、僕、ファーストミットで。
ミットもないってよく言ったもんですよ、草野球のキャッチャーを。それやりたくなくならないですか、それピッチャーとして。あーっと掘って、よっしゃよっしゃーよーって、俺は何なんだろう。ね。隣ではこう、プロ野球のピッチャーがピッチングしてるのに。はい、はい。で、二日目終わって、V 軍のピッチングコーチの木戸さんって方がピッチングコーチだったんですよ。木戸さんに、僕、ピッチャーなんですかって聞いたんですよ。ただ、藤田監督が190もあるような、左利きのピッチャーなんてなかなかいないから、1年ピッチャーでやってもらいます。言ってましたって言われたんで、とんでもない、とんでもないって言ったんです。ピッチャーとしては無理です。肩の可動域とは言いませんけど、ね、と、今で言うそうですね。肩の周りが悪い、体が硬い。思いっきり投げたら怪我すると思いますって。ね。それともう一つまた生意気なことを言うんです、ここでも。ピッチャーをやって、1年間ピッチャーやったとするでしょ、はい、で、野手に転向したら、ね、周りの目ってどう思われますか、ピッチャー失敗したやつだって思われるでしょ、そんなやつ僕伸びないと思います。やるんだったら最初から野手でやらせてくださいって言ったら、軌道ピッチングコーチが、ちゃんと上の方に伝えてくださって、藤田監督がどういう口調で言われたのか知りませんが、それは後になっても聞けなかったんですけど、次の日、ほら、はい、藤田監督が、じゃあ、野手やらせろって言ってたって言って、それで野手になったんです。じゃあ、まあ、キャンプの2日間。はい。で、3日やって、3日やって、卒業、試験のために戻るっていう気持ちでいたんですけども、二日やってあまりにも膝が痛かったんで、もうこんな練習はダメだと思って、すいません、追試受けなきゃいけないので、二日で帰らせていただきますって逃げて帰りましたね。それで自主練習しました、自分で。ちょっとついていけるように、山登りとか走って、今度2月頃、合流した時にちゃんとついていけるように、はい、そこでスイッチ入りましたね、でもね。逃げて帰りました。なかなか大学でもね、いろいろね、練習が辛くて当時はね、逃げちゃったってやついましたよ。プロ野球、実は2日で逃げたの僕だけでしょうね。今日は、新興園寺にあるセノンスポーツゼロに来ました。コンビクラブベースボールメディアで、ここを使わせてもらってます。こんな施設もあります。疲れた後は酸素カプセルで癒しましょう。じゃあね。一社だわ。セノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました。101、107、110いきます。111、ピンピンピン。